幕張新都心幕張ベイパーク幕張ベイパークは千葉県千葉市三浜区の集合住宅群若葉住宅地区を中心とする地域である A ガ区、B 外区で構成され2019年4月より第一期待ち開きが行われた幕張海浜公園より幕張ベイパーク入り口幕張ベイパーク幕張ベイパークの所在地幕張ネイバーフッド、 幕張新都心の中心部から東側に位置する。JR 海浜幕張駅から東へ進み、幕張海浜公園を越えた先一帯に広がる。この地区はもともと文京地区に含まれていたが、2008年に住宅用地へ用途変更した地区である。A 外区、B-1 外区、B-2 外区、B-3 外区、B-4 外区、B-5 外区。 B-6 外区、B-7 外区の8区画で構成されている。2015年3月に開発事業者を、三井不動産レジデンシャル、野村不動産、三菱地所レジデンスなどから構成される、幕張新都心若葉、住宅地区まちづくり検討グループに決定し、同年7月に、千葉県企業庁との土地上渡契約を締結した。 2017年9月15日、大規模マンション群の開発プロジェクト販売センターを開設し、マンションのモデルルームのほか、完成後の街をイメージしやすいようカフェやレストランを備える交流施設を先行開業した。土地利用基本計画として、幕張新都心若葉住宅地区、文京地区未利用地都市計画マスタープランを策定し、輝く人と街並みが融合する。 国際性豊かな街づくりを基本理念に既存の文教機能の集積に加えて地域特性を生かしたコミュニティ形成、計画個数約4000個、計画人口約1万人の居住機能を導入し、多世代のコミュニティ形成、国内外の交流が活発に行われる街づくりを進めている。マスタープランは文教機能をベースに計画個数4000個の 居住機能等を導入し、住み、学び、移行こうための多様な機能の集積を図り、国内外の交流が活発に行われる、街の土地利用となっている。A 外国は、イオンスタイル、マクハリウェイパーク、B-1 外国はスポーツを通し、地域コミュニケーションの場として、プロサッカー選手である、本田圭介が、実質的なオーナーを務めるホンダイスティーロが、 運営する自社グラウンドゾゾパーカホンダフットボールエリア B-7 外区には地域コミュニティの拠点施設幕張ネーバーフットが整備されている今後の開発として超高層マンションや商業施設医療モール小学校公園などが開発整備される見通しである開発予定地における暫定利用施設の例都市型 b b 球場 パークマジック若葉三丁目公園は、幕張ベイパークの中央に位置する公園。近隣には、若葉三丁目東公園、若葉三丁目緑地も所在する。ベイパークという名前の通り、街の中におけるランドマーク的な公園となっている。公園の全体は楕円形をしており、東側は緩やかな高台となっている。その周囲を行動が通り、さらにその周りを囲むように、 超高層マンション群が形成、計画されている。滑り台などの遊具や公衆トイレが整備されている。2019年8月31日から2020年3月31日の間、公園周囲の行動において、シェア電動キックボードサービスの市場体験会を実施しており、電動キックボードの乗車ニーズや安全性の検証、課題の抽出などを行い、 パーソナルモビリティとしての可能性を検証している。ボンエルフに基づく自動車の減速を促すシャドウジマー、ガンサル・フラスカ・パートナーシップが参画し、アーバンデザインの監修などを行っている。アメリカ合衆国オレゴン州ポートランドの街づくり思想に学び、三井純の監修によるデザインガイドラインを定め、エリアマネジメントを導入している。エリアマネジメント組織には、 一般社団法人を選択し、2018年11月に幕張ベイパークエリアマネジメントが設立した。多様な機能を生かした新たな魅力と活力の創出、国際化に対応した人材育成や交流の促進、周辺環境の連携、調和、ヒューマンスケールの街づくりを計画しており、電線類地中化による電柱のない街並みや、 ボンエルフに基づく自動車の減速を促すハンプを車道に採用している。国家戦略特別区域の枠組みを使い、ドローン宅配便などの先端技術を活用した次世代の生活インフラ構築推進されており、楽天などの企業と無人航空機を使った宅配実験を実施している。実験は国と千葉市企業で作る。 千葉市ドローン宅配等分科会が実施しており、地上からマンションの屋上へ荷物を運ぶ実験、スマートフォンの通信に使うロングタームエボリューション回線を通じて会場を飛ばす実験、ドローンと地上配送ロボットを導入しエレベーターやスロープを通過して玄関前まで運ぶ実験など企業と連携し実用化を目指している。幕張新都心の文京地区。 住宅地区及び幕張海浜公園に隣接している。文京地区に隣接しているため、大学、中学校、高等学校、幼稚園、小学校が近隣に集積している。超高層マンション6棟を中心とした計画個数約4000個、計画人口約1万人の居住機能を導入予定となっている。計画では2020年度から B-3 外イ750個、2022年度から B-1 外イ505個、2023年度から B-6 外イ482個、2024年度から B-4 外イ714個、2026年度から B-5 外イ703個を予定している。マクハリベイパーククロスタワー建設予定地の有効活用策として、 暫定利用施設も開設している。ありがとうございます。